何かそわそわするどうしようこんばんは皆さんこんばんはどうも ST48 の甲斐小川ですあそういうことは今日600日だからこのルームなんですかえっ、ー、えっほに 勉強の調子は今日はいい感じにやってます,すごくあ、関東民はアプリを入れてくださいお願いしますね 勉強頑張ります。勉強頑張りますね。から、あの試験が終わったらいろいっぱい本を読みたくて、読みたい本がいっぱいあるなと思って、受験勉強中でも読んでいけんことないんです。 いや、なんか世界史やってたらなんかそのなんだっけもうそうじゃけどねなんかねなんだったっけなあ忘れてしまったいや多分あのこういうあ見える今。 世界の歴史はこういう漫画を読みながら漫画でなんかイメージがをつかんでとか思い出しながらやってるんですけど時々行き詰まった時はなんかその世界史でのなんか,か「頑張りますよ」。 でも,もうあった方がいいよね選択肢もうちょい出てたのかなって私の十五日人生は紙飛行機願い乗せて飛んで行くよ風の中を力の限り こんばんは途絶える危機はなかったんですかえもうありまくりでしたよそなんかね途絶えるわあやってちまったできなかったと思ったらまだ続いてるんですよなんでかというと毎日チケットがなんか運よくなんかポンポンえで。 毎日チケットがおかげでもうなんと続いてるんですよ私でもびっくりうんうん頑張るね頑張れー来年成人式あ でも、え、こん、来年度からもう成人扱いになるんですよね18歳があれですよねうんねえだから4月から成人扱いになりますよねえどうしよう 成人式は20歳えなんかさい今日今日成人式んなんか STU のなんか、成人式とかすごい楽しみだな私が STU 入った時は中学校3年生で20歳なんてどうするのどうしようなな何,何しよう <laughs> 何も何もない何も考えてないですけど どううするんだろうって中学校3年生の頃なんて考えてなかったんです何もなんかいやまさかでもなんかあのなんていうんですかねうんんていうんですかねなんかフレッシュコンサートみたいでえじゃじゃフレッシュコンサートじゃなくてなんか成人式コンサートみたいなのがあったんですよ私が中3で。 入った時かぐらいに AKB さんがもともと AKB さんが全員であのははじめましてでなんか全員でなんかライブしてたのがすごい印象にあるので。 なんか将来は今日あとはドラマ何話したっけ何話したっけ そうあのレイちゃんとかエリーとかまあエリーはなんかなんか卒業とかじゃないけどレイちゃんが卒業するって聞いた時はなんか本当にびっくりた羊数え隊でじゃんけん大会一緒にやってたんですけど。 仲良しなんか、あの時から仲良くなった一緒に成人式を迎えると思ってたからなんかびっくりあの,あの、アイドルとしてこう、一緒に成人式を迎えるって思ってたから。 寂しいかったです、ね、聞いた瞬間は高校3年生、ね、区切りうんま確かに確かにねここナもびっくりここのここの。ココナココナ でもレイちゃんもココナもあ連絡したんですけどなんか2人ともなんか私の受験勉強のことすごいなんか知っててくれてて知っててくれててなんかおなんか知ってくれててなんかおびっくりしてそれがまずねまずあの第一びっくりポイントですごいなんか応援してくれたんですよ頑張れーって受験勉強応援してるーって 嬉しいことですね。わあ、頑張らなきゃーってなった。頑張らなきゃーってなりました。はい。優しい。いい仲間ですよね。ありがたいよー。 出会いに感謝いや出会いに感謝ですよね。感謝すごいですよね。うん。いろんなメンバーの方に。STU48 に入れるだけあ入れるだけでも。いや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 私はなぜか。 ここにいいるるんですよあーついてるなーってなんか、あの、はい。入団入団っていう加入か。加入、加入秘話みたいなのがいつかなんかこう話せたらいいんですけど、なんかあると思うんですけどね。あ六600日ありがとう。えぇ、ふぅ。野球みたいに言ってしまった。<laughs> 入団って。 牛団はカープみたいになってるけど、六百日アニメよ、六百日アメレタありがとう、イエイ、母さん六百日続いたよ。 あ皆さん、ありがとうございます。本日も配信を見ていただきありがとうございますね。いつもありがとうございます。600日続きました。いや、すごいね。始まった瞬間はね、なんか続,くと,か 1> 1続いいくと思わなかった、絶対に。1年続くと思わなかったんですよ、まず。<laughs> びっくりした。Congratulations!Thank you!Thank you, thank you! Thank you. I'm honest, it's... あ、難しいちょっとむ難しいちょっと光栄ですまでしか言えない <laughs> <laughs> なんか急に寒くなってきました なんか、そういえばこの毎日配信の中でショールームイベントとかもしましたよねたあれしてないっけし,たしましたよねショールームイベントねどうした気がするビスのがあったんですよビスビース この中でこのこの,この中でこの600日の中であれ思い出なんですよね結構ありがとうそう電話配信やった電話配信やったファンの皆さんがめっちゃ頑張ってくれました ありがとうありがたいそうイベントの時楽しかったですね楽しかったか分からんけどきつかったですね <laughs> いや楽しかったんですけどなんか やっぱりなんかその時ってすごいた苦しかったですよねなんかその時はもう本当に苦しかったんですでも今思い出すとすごい楽しかったって結構なんか美化された記憶だけが鮮明に残ってるんですよでも多分それは苦しいよりも楽しいの方が大きいくらい今こうやって楽しかったっていうのがすごい残ってるほ本当につらかったしなんかつらかったんですよだって そうよく私一生私1位しか目指してないからでいやどんだけファンの人のねなんか、うん、もうちょっとファンの人のこと考えてって感じですよね申し訳ございませんねでもついてきてくれてありがとうございます <laughs> こんな感じではい頑張っていきましょうこれからも <laughs> 面白しいわ はい、ではここら辺で配信を終わりたいと思います楽しかったですイベントあ今日はドラマを見てくださいぜひ10時48分から初めてのドラマなので 主演3分ドラマなのであの5分5分前にテレビ前星座待機で3分間のドラマ視聴計8分間の戦いですから戦いになってる <laughs> はいよろしくお願いします TVer でも見れるので是非ご覧いただけるとね光栄でございますこれからもよろしくお願いしますね ではちょっとランキング見ます。十三位深夜さん、十二位 A ちゃんさん、十一位赤砂さ,さん、十位カれパンさん、九位コウマさん、八位小豆まきさん、七位ロンリークライマーさん、六位ヘイさん、五位ポヨポヨ生さん、四位ロッシーさん、三位ヒサさ,さん、二背景さん。 一位はケブピエイチさんです。ありがとうございます。はい皆さん、今日は配信を見ていただきありがとうございました。六百日ありがとうございました。じゃあ勉強頑張ってきます。バイバーイ。ランニング行こうかな。バイバーイ。